こんにちは、いくこです。今回はまた本の紹介をしたいと思います。この本です。はい、アルクトゥルス人より地球人へっていう本なんですけど、この中に人間がなんでお金が大好きなのか、お金に執着したりしちゃうのかっていうことの元々の原因が書いてあります。この本にはもう昔、本当の昔、アヌンナキっていう宇宙人がいたんですけど、いたそうなんですけど、その宇宙人が自分たちの星が大気汚染になってしまって、どうしようもない状態になっちゃったそうなんです、環境が。で、その環境を良くするために金ですね、金があるとその大気汚染に効くということで、でこの地球にね、金が埋まってるじゃないですか、あちこちに。特にアフリカとかでは金がよく取れるらしいんですけど、でそのもともとそのよく取れるアフリカのところにこのアヌンナキっていう宇宙人が降りてきまして、でそこで金をね掘ろうと思ったらしいんです。ただそのアヌンナキは地球の状態と自分たちの体がうまく適合せず、それで自分たちで金を掘ることがねできないんですよ。ちょっとね調子が悪くなっちゃうので、でここの地球に住んでいる人間をそのアヌンナキの遺伝子学者チームみたいな人たちが、その人類っていうのをちょっとなんていうかな、霊長類を遺伝子操作して人間を作ったんだそうです。でも作っただけだと金を掘るかどうかわからないじゃないですか。なのでその金を掘るために、その金大好きみたいな、金を掘るために生まれたぞみたいな感じで人間を遺伝子操作して作ったとかなので、それであれですよ、金をいっぱい頑張って掘る奴隷的な人類ができて、いっぱい金を取って、アヌンナキたちは自分たちの星にその金を持ち帰って、その後どうなったか分かんないんですけど、そうなんだそうです。でね、金をね掘る人類がもともとその誕生しちゃったわけじゃないですか。でそこからまたこの今のね人類、地球にいる人たちがどんどん増えていったっていうことを考えると、その金を掘るっていう遺伝子的に記憶された人間たちはずっとこの金とかお金とかを追い求めてしまうっていう話です。まあすごい厚い本なんで、もっとねいっぱいいろんなこと書いてあるんですけど、前にこれハッピーちゃんが言ってて、私もここが面白いなと思ってこの本をちょっと買ってみました。まだねあんまり読めてないんですけど、チャネリングとかそういういろんなことが書いてあってワクワクします。人間が遺伝子操作で作られたとか、信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ではまた何かお話できたらしたいと思います。バイバーイ。